はい、皆さんこんにちは、東です。今回ですが、大学をバラ売りしてはどうかというお話をしていきたいと思います。近年 IT 関係の人材とか AI 関係の人材が不足していると言われていますよね。特にそのような人材の育成において私はオンライン教育がとても大事かなと考えています。すなわち大学のバラ売りが進んでほしいと私は思ってるんですね。大学というのはこれまで頭脳を学内に囲い込んで、それにアクセスするために高額な講義のセットを販売してきました。例えば国立大学の授業料は年間で50万を超えてますよね。その他に入学金であったりとか、遠方から通っている方は家賃なども必要になってきます。そのような高額な講義のセットと時間や場所の拘束を受け入れるしかなかったのですが、必要な授業を必要な時に受講できるようになれば、多くの人にとって大学の使い勝手というのはずっと良くなるのではないでしょうか。分野によっては実験や実習が必要だという人もいるかもしれないですね。ただそれは大学ごとに持つのではなくて、共通の施設をシェアできれば効率的なのではないでしょうか。例えば私はユーデミの講座をいくつか出してますが、ユーデミのように必要な時に必要なものを受講することができれば、知識を身につけることが多くの人にとってより容易なものになるかなと思っています。実は私は最近ウェブ上のコミュニティを始めたんですね。自由研究室エアーズラボという名前のコミュニティなんですが、大学が持っている例えば研究室であるとかゼミであるとか、あるいはサークルのようなもの、そのようなものの役割を一部担えればと考えています。大学のような教育機関というのはこれまで大きな組織とならざるを得なかったのですが、これからは小さな組織あるいは個人がその役割を一部担えるようになっていくことかと思います。特にコロナ禍が始まってからオンライン授業が中心になりましたね。大学で教えている講師には可能な限りオンラインでやってくださいとの通達が届いている方が多いようです。オンラインであれば教室のキャパという制限がなくなります。そのような物理的制約がなくなるので、例えば講義を受けることができるのはその大学の学生に限るということを撤廃しても良さそうにも思えます。まさに誰でもいつでも知識にアクセスできる時代が始まったのではないでしょうか。そして大卒というブランドにも変化が生じているように思います。知識にコンタクトできる機会が希少であった時代には大卒には大変価値がありました。しかしながら誰でも大量の知識にコンタクト可能な時代に、学歴の価値はある意味旧世界のブランドになっていくのかもしれないですね。学歴とはある意味品質保証のための規格のようなものと考えることができるかもしれません。工業製品ならともかく人間にそれを適用しても合わない人が多いのは当然かなと思います。今は動画であるとか電子書籍であるとか、あるいは GitHub のコードであるとか、様々な方法で知識を得ることができます。様々な方法があるので、やる気さえあればどんどん先に進むことも可能なんですね。私もそのような環境を整えることに一役お役に立てればと考えています。現在ユーデミの講座の方、人工知能関係の講座を中心に展開しているのですが、講座の数が20に達しました。今まで AI と縁がなかった方にも AI を学ぶ機会というのをどんどん提供していきたいと考えています。これまで AI のことを学ぼうとすると、大学に高い授業料を払って大学に行って、関係のない基礎教養を学ばないといけなかったですね。第二外国語とかもありましたけど、特にモチベーションがないのに言語を学ぶのは私にとっては苦痛でした。必要な時に、最も学ぶべきモチベーションが高い時に学ぶのが学習効率は最も高いかなと私は考えています。そして人材を採用する企業側にとっても、その人の本当の能力であるとかやる気であるとか、そういうものを判断するための基準が必要になってくることかと思います。その人の内面までは見えないので、なかなかその人の能力を見極めるというのは難しいんですけどね。はい、それでは今回のお話は以上になります。
お話を面白いと思った方は、ぜひ高評価やチャンネル登録の方お願いします。そして現在、自由研究室エアーズラボというコミュニティを運営中です。AI を誰かと一緒に学びたい、AI について様々な知識を交換したいという方は、ぜひ参加の方ご検討ください。そして最近メルマガの方を始めました。AI に関する最新情報を受け取りたい方は、そちらのメルマガへのご登録もご検討ください。それではまたお会いしましょう。